象徴は、抽象的な概念を、より具体的な物事や形によって表現すること、また、その表現に用いられたもの。一般に、英語シンボルの訳語であるが、翻訳語に共通する混乱が見られ、使用者によって、表彰とも解釈されることもある。日本語における、象徴という言葉は、使用法から細分した場合に、次のようなものがある。あるものを、 そのものとは別のものを代わりに示すことによって間接的に表現し知らしめるという方法。抽象的な概念、形のない事物により具体的な事物や形によって表現すること。ある事物の側面、一点を他の事物や形によって強調表現すること。図像や継承においての象徴については哲学者や言語学者などによって相当の蓄積がある。 これらは過去成立したスータの社会体制において育まれた文化的概念、すなわち言語、芸術、宗教、哲学、風俗、時事など歴史的な経緯により成立して広まり、当時の人々の間に生きて使われていた社会通念、概念のうち目に見える形で表現され、後世に残されたものである。扱う研究対象によって、 ありとあらゆるものが見られるが、一例として、エルンストカシシーラーの象徴形式の哲学や、スザンヌ・ランガーのシンボルの哲学、ホワイトヘッドの論考、象徴作用、パースの記号理論、宗教人類学者のミルチャイリアーでイメージとシンボルなどがある。論者によって象徴の定義も異なるが、記号のうち特に表示される対象と直接的な対応関係や、 類似性を持たないものとして定義されることもある。これは定義の2に相当する代名詞的な用法である。無論、平面上の記号や図のみならず、存在や立体、無形物である音や、光や香り、言葉の上だけの概念なども、講義の象徴に含まれ、研究対象となる。ただしそのほとんどが失われた概念という無形物で、あるために調査類推も困難で、 体系化されているのは象徴と意味との対応性がよく保存されている宗教象徴や空造美術や言語学の分野のみであるが通常これらは象徴とは呼ばれず各分野の名称で独立的に扱われるその他の手がかりは総じて少なく前述の体系化された分野からの知見のみで類推という形をとる場合も多い象徴研究は 文化の相対から理解がなされる必要性から通常は文明を単位とした考古学に含まれしかも研究者ごとに必要に応じて行われており象徴のみを専門に体系化した学問はまだ存在しない概念的に近いものとして美術分野における図像解釈学がある人の意識そのものの構成を探る精神科学の分野では象徴とは 意識の中にある複雑な概念が抽象的なイメージとして形を帯びたものと捉える。漠然と A が B を象徴するといった場合に究極的にはその関連性や理由を科学的な論拠を持って説明可能とする学問である。ジャック・ラカンの精神分析理論においての象徴とは事故のうちにある概念やイメージの置き換えであり、一般には言語活動によって説明され、 言語によって表現されるべき、事故のうちに湧き上がるものと定義される。言葉それ、自体も肉声に置き換えられた象徴であるとする。これは、有意識における、象徴の発言過程を論ずるものである。カール・グスタフ・ユングの精神医学の研究において、発見された、無意識に形作られる象徴は、コンプレックスや原型をもととし事故の無意識に沈む、イメージと、 そこから意識の表層に形となって浮かび上がるものを指す。無意識が与える象徴は心理学において意識の根底や外形を知る上での重要な手がかりとなる。芸術においては19世紀フランスに象徴主義という運動が起こった。ボードレールをはじめベルレーヌ、ランボー、マラルメ、バレリーといった詩人がいる。これらの運動を受けて 直接的に表しにくい抽象的な観念を想像力を媒介にして暗示的に表現する手法を願にするようになった。17世紀頃までの生物画には一見無意味な構図や対象に意味を持たせて描く、つまり象徴が多く取り入れられ、宗教画や偶意画としての性質が強かった。これは絵画そのものだけでなく、 象徴を折り返することで遠極表現の技法や描かれた精神性にも美しさを生み出すことができるため、図像学や図像解釈学によって象徴の研究がなされている。人間の定義は象徴的な活動を行う動物と定義される。プラトンは人間とは二足、ブハネの動物なりと定義し、ディオゲネスから嘲笑されたが、この一連のやりとりも人間らしい象徴的な行為と、 言えるだろう。人間以外の存在が示した象徴は、印と呼ばれて区別される。宗教的には、信仰対象が人に与えたものと理解され、現実に示される予兆や、奇跡のほか、刑事や懺悔など、人の精神世界に直接示されるものが含まれる。古代の祈祷や占いでいる信託、予言は、叱るべき手順を踏んで得た、印から意味を読み取ろうとするものである。 供物や音楽、踊りを捧げて儀式を行ったり、命がけで危険な行為をする等は、行為や状況を通して自然そのもの、あるいは超自然的な存在から何か特別な印を得るための手段であり、印を人間が理解可能な象徴へと置き換える手法であると表現できる。ありがとうございます。